歌うめえな。おわだ。なに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 、エンジェルはなんやかんやいい子だよね。めちゃめちゃ綺麗なハーモニー。アニメラクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはハズミホテルへようこそ第3話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたクラシックリアクションシリーズ俺が見たい部門ということでハズミホテル見ているわけなんですけれども、今回第3話ということで、前回ペンシャスが仲間になりまして、まあ徐々に徐々にね、構成への道を進んでいけばいいと。もう地獄のみんな民はやっぱり更生の余地なしかなと思いきや、やっぱりペンシャスもね、やっぱりこのチャーリーのごめんなさいするのよっていう言葉になんとなく心を打たれて更生の余地を見せたので、まあ絶対無理とは言い切れないこの更生の道。さあさあさあ、どうなっていくのか、ハズミホテル楽しんでやっていきましょう。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さあ行きましょう。Amazon Prime Video Let's go baby。 アンナマゾンシリーズ、さあ行きましょう。これなんかシーズン2決まってるって聞いたんだけど、マジ超楽しみ。プレゼント Let's go。 ハズミホテル、ハズミホテルへようこそ Let's go。 さあ猫祝滞在1週間。お、うん、さあなんか、なになになに、なに、撃つ気なの？ん？何何何何？誰と？誰と？何？え？誰と戦う気なの？カーマイン？トカゲ？うん、そうだよ、アルミホイル巻かなくていいから。中指立てるな、エンジェル。さ、この子はちょっとぶっ飛んでるからな。ごめんなさい、僕も同じ。うん、スクランブルなエッキーズだからな。エッキーズ死体です。卵と一緒に構成すれば、帰っちゃうんだ、即帰る、即帰直帰。なんかすごい悲しそうにしてるけど、全然悲しそうじゃなかったよ卵の方は。さあアラスさん、ペンシャスの卵がうざいから。すごいもん食ってたよね。緊張感が緩和？なになになに、信頼エクササイズ？うん、トラスティング101。うわ、
わお。うん。さあ、バギーに任されてるけど、癖がつ。頑張ろう。トラストフォール。おお。ああ、やるやる。ああ。で、受け止めてもらうんだ、みんなに。すごいな。うん。あら、落とされる。エンジェルとハスク、いい関係性。あ、ミュージカル？うん。あはは、大変だね。ぬるぬる。ニフティ。だいぶやばい。あはは、誰も受け止めてもらえない。ちょっといか、ニフティ、ニフティぶっ飛んでるな。とりあえずニフティよな。わお。なんだろう。なに？アラスターの配下になってない？わ？誰だ？誰？ボス、ベスティアル、クモだ。マジンガ、あ、何してんの。わお。天使に倒された。なんだ。アラスターなりのやっぱり事情が気になるな。天使に倒された。なんか不気味な雰囲気だな。あら。お。あら、アラスターの配下になってる。かわいい。中に入っちゃった。名前あった。フランク。かわいいな、ついてきて。さあ、会議？上級悪魔かなんかの会議？おう！カミラ・カーマイン？うん。うん。ゼスティアル。
おう 16% わお、なんけベルベット、わお、うんこが、わお、首、天使の首、殺されたっていうところか。死体見つけて首持ってきたってこと？さあ、ゼスティアル？ゼロではないね。まあ煽るな。わっ！わお！完全に絵描きだからな、このベルベット、わお、おお、おう、おう、わお、おお、歌うめえな、カミラ。めっちゃいいわ。うん。わお。わお、バチバチだな。でもなんかでも隠したいことがあるっぽい。まあでもなんかメディア王のチームにいるだけあってなんか握ってそうだな、いろんなこ、なんか情報を。カミラ・カーマイも緊張、危ない危ない、スクランブレックになるとこだった。おこわだ、スクランブルになっちゃわない、大丈夫？うん、何ここ、ああ、クラブ、なるほど。ちょっとあのやり方がちょっとなかなかお下品だと思うんですけど、割と、あらあらあら、ハスク、あははは、ニフティ、あら、メデューサ、
さあ、でも信じてあげたいんだ。わお。なに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 、チーム戦をやるってこと？戦士になるぜ。ペジャス頑張れ。投げ捨てる。ハスケ。あ、ニフティも行きたがってる。ハスク逃げたけど。行きたい。あ、行った。うん。裏で悲鳴が聞こえる。わあ、そんな風に思わないでよ。完全にボロボロになってしまった。泣いてる。エンジェルは頑張り屋だな。エンジェルはなんやかんやいい子だよね。割と頑張り屋。野蛮。でも武器商人がそれ言うんだっていう。あ、そうなんだ。よあ、守るために。もっと過激な戦争になっちゃう？そうかそうか。殺せるってなったら。あなたとの秘密。すごい登ってる。チャーリー、あれ？待って。すごい歌きれい。
わお、めちゃめちゃ綺麗なハーモニー守り抜くわ。何してるの？わお、やば、怒ってるよ。わお、なんか、なんやかや動いてるな、しっかり。あれ、カミラってさ、あれじゃなかったっけ？あれ？お母さん？あれ？アダムと、うん。あら、仲良くなってる。なんやかんや、戦場に投入されて仲良くなってない？あん、いや、打ち解けてるじゃん。なんか一つのチームになってきてる。なんか彼女だけちょっと違う、毛色が違うな。さて、アラスター、わお。あら、やエッギズ。もう。ねえ。喋りそう。あ、言っちゃった。あ、よかった、別にあんまり響いてないよね。言っちゃったけど、言っちゃったけど。あー、オッケー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 、いいねー。オッケーオッケー、ちょっとずつ変革が進んでるけど、あれカミラってさ、お母さんじゃなかったっけ？ちょっと待って、アダムとイブじゃないんだよな、確か。あれ？どうだったっけ？ちょっと待って、お母さんの名前もう一回見返すわ。アダムとイブがいて、アダムがあれだか、あ、イブじゃないんだよな、アダムと、あれがいてっていう、あれだよな。アダムとイブじゃないんだって思ったんだよな、そういえば。あれ、名前なんだっけ？カミラじゃなかったっけ？カミラとルシファーが、あれだよね。地獄に落ちてみたいな。はい、というわけで見終わったわけですけども、リリスでしたわ。ちょっと本筋からずれたわ。あ、でもまあ、守りたいものがあるために、やっぱりそれを隠す、天使を隠す必要があった。天使を殺したことを隠す必要があったけど、もう、やっぱりチーム V、ボックスたちはもう掴んでるわけだな、そこら辺の事実を。もうでも、これはもう隠せないよね、ぶっちゃけ。だってもうメディアに握られちゃってるわけだから、もうあとは拡散拡散拡散ですよ。いや、とはいえだな、これ。あ、でもそっか、カミラが殺したことはバレてないわけで、でもカミラが殺したことはもうアラスターに知れてしまっているわけで、まあ、なんか、上級悪魔は上級悪魔で思惑がすごいあるっぽいですね。まあ、いろいろと守りたいもののために戦い続けてるっていうところで、まあ、カミラとね、やっぱりバギーはかなり近い思想を持っていて、めちゃめちゃ歌が良かったわ。カミラ歌上手すぎ定期なんだけど。やばいなっていう感じであったわけなんですけれども、いいね。ベルベットもすごいいいよな。ベルベット可愛いよね。ガギ感があってすごいいいなっていうふうに思います。はい。分からされてほしいですっていうところであるわけなんですけど、でもいいな。なんかやっぱキャラクターが立ちつつある中で、なんか、ちょっとずつ距離も近づいてきてね、いいよね。まあ、あの天使をね、カミラが天使を殺したことを喋ってしまったわけだけど、大丈夫だったりするかな、これ。そこら辺ちょっと怖いよね。大丈夫かな、喋っちゃったけど。
うん、あれこれで、だってね、ペンシャツは聞いてなかったわけじゃん。なんかもう、あー、そうそうそう、はい、みたいな感じだったけど、でもペンシャツいることによってなんか癒し枠が一つ増えたよね。いいな、いいな。ハスクもでもすごいいいキャラしてるし、ね、エンジェルはすごいいい子をしてるしね。めちゃめちゃいいんじゃない？ハズビホテルのメンバーすごいいいキャラ多くていいよね。ニフティだけが構成の余地がありません。どうします？ニフティだけは構成できないと思う。彼女はちょっと壊れてる。ぶっ飛んでる。大丈夫か大丈夫か、とてもとても不安でございますわねっていうところである中で、まあ、アラスターたちの陰謀とハズミホテルがどういう風に絡んでいくのかっていうわけではありますよね。アラスターは多分次の手を打ちにかかっているな。でもいいな。アラスターとさ、エッギーズがさ、みんな仲良くしてんのめちゃめちゃ可愛いよね。いいよな。なんか、ああいうさ、ポンコツマスコットみたいなさ、エッギーズはめちゃめちゃいい。エッギーズの、あれください。何？グッズください。すごいいいなっていう風に思いますね。可愛くていいなっていう風に思う。アホでいいよね。もう喋っちゃうんだもん。まあ喋るだろうなと思っていたけど、本当に喋ってしまいましたね。忠実だけどアホ。そこがまた可愛い。やっぱりペンシャスに似てるんでしょうね。そこら辺がねっていうところではありますけれども。まあまあまあ、でもね、やっぱり戦場でなんか一緒に生き延びて、すごい仲良くなったっていうところでね、バギーの作戦もまあうまいこと成功したのかなっていう感じでもあるし、なんかエンジェルもさ、なんか積極的に協力してくれたりとかさ、なんやかんやいい子だよ。見ててすごいなんか割と構成の余地ありな子たちで本当に安心したわ見てて。こっからどうなっていっちゃうかな、大丈夫かなって思うけど、チャーリーの思惑通りね、うまいことなんとか構成できてきてるんじゃないかっていうところで、さあさあさあ、また次回ですよ。まあやっぱり一番大事なのがやっぱりこのね、エクスターミネーションもそうだし、やっぱりこの天使を殺したという事実をどう扱うかっていうところなので、まあゼスティアルだっけ、ゼスティアルとかも含めて、まあこのエンジェルの首をめぐってどんななんか情報戦が行われていくのかとか、まあやっぱりボックスはさ、やっぱりアラスターにも手の上で転がされちゃってるけど、ただやっぱりそれだけじゃ収まらない権力的なものは持ってるだろうから、アラスターはやっぱり実力ではアラスターの方が上だけど、なんか情報発信力的な面では圧倒的に多分メディアを握っているボックスは上だろうから、そこら辺のやり取りがどうなっていくかですね。ベルベット分からせ展開はいつ来るんですかね。非常に楽しみですねっていうところで、なんかベルベットとの掛け合いの歌も良かったな。なんかこのバギーとさ、カミラのこのハーモニーをめちゃめちゃ綺麗ですげー、歌うめー、みんなすげーなーって思ったりとかもしたけど、やっぱこう歌がいいよね。音楽めちゃくちゃいいよ。サントラあります？全部見たら聞きたいな。なんか一つ一つすごいミュージカルとして完成されてる感じがありますので、さあさあさあ、次回どうなっていくのか楽しみにしていきましょう。全8話なんでね、次回でとりあえず折り返しです。はい、というわけで今回はこんな感じで終わります。以上、ハズミホテルへようこそ第3話でした。バイバイ。